はい、メガネ。あ、メガネ、いや、そうっすね、目悪いっす。そうね、はい、前回ほら、天才写真撮った時、メガネかけてなくって、あ、はい、でもメガネかけてるのは細君だったから、ね、頭がもう細君だと思ってて。そうっすね、JP も全然メガネしてないですもんね。してないっすね、はい、結構名古屋 の、はい、あの対戦相手が多い開催だったんですけど、あ、2人ですね、伊田と佐伯ですね、はい、で決勝戦で当たってね、はいはい、改めてこう名古屋のデビュー戦はいかがでしたか。まあ、名古屋決勝はちょっと何もできないって感じでしたけど、うん、まあ、次当たったら借りは返したいって感じですね、はい、頑張りたいです。多分ホームバンク KO か、はい、KO です。中村ゆかりさんとかからアドバイスは何かありました。あ、会ってないんですよね。あ、会ってなかった。中村さんちょっと会ってなくて、うん、まあ、師匠にはちょっと反省点はいくつか言われて、そこは直していきます、ね、言える範囲でどういうところを直せって言われたんですか。まあ、だから、うん、この間の準決では突っ張るとこを、うん、まあ、突っ張りきれず前立てられちゃったんですけど、まあ、決まり手差しになってました、はい、そういうとこ、まあ、行くとこ思いっきり行きたい。はい、立て直してくれ、強かった。本当ですか。あれもでも番手の人が強かったら終わってたんですね。結構足使ってから行かれたんじゃないですか。あ、はい、明日分明日はね、相手はね、はい、この人、この人を79、40歳ですよ、はい、はい、この人は年齢の割に結構、はい、まあ、自力で強い、はい、こっちでも逃げても強い、はい、まあ、相手にはならないと思うので、今井さんも知らない、どこの群馬の、はい、それこの人は電気が2班ですから、あ、この人はね、あれですよ、彼は強いと思います。東京したのではない、はい、ですけど、これ上の1、2班、はい、準決まで行ってますから、ね、はい、この人は、はい、この今この決勝でチャレンジね、はい、まあ、今最近1着よく2着とかだけど、これも自分の自力で、そうですね、自力ですね、運動ですね。でも、すげえな、今までだって準決で行かれた方が差し掛けするわけ。あー、でも、あれ突っ張りたいっすね本来は。で、こっちのラインが3人いるから、はい、手前の方に行くんですよ。はい、今井さんの方に行くと、はい、コーチと、もう順番はコーチと、コーチとは、馬が、あの、痛いから、後ろについてるじゃないか、後ろがどんどんいるか分かんないよ、はい、うん、相手はこれだけだね。じゃあ直帰で突っ張りか、突っ張りか、抑えかで、はい、はい、